デブすぎ。まずこれ入れない、うん、これをこう入れるね。顔デブすぎて海なんだけど。こうやったら痩せて見えるんじゃない。だって体操で2倍ぐらいあるやん。やばくない。これ邪魔じゃない。はい、じゃあ早速会員おめでとうございます。あ、 ありがとうございます。あと体操君誕生日おめでとう。あ、そうやん。いつ誕生日おめでとう。そうだったの。あ、間違った。七夕、七夕生まれだ、ね、そうなの。おめでとう。ありがとう。ごめんは知らなくて。いいね。誰にも言ってないの。言ってないんかい。言ってないのに多分してたから。知ってるな。前聞いたんじゃないか。すごい。ハロー、おすすめ無印良品を買ってきました。マジで。絶対体操は持ってないやつ。やった、嬉しい。ね、言ってよ。俺なんか変な人みたいでしょ。まずこちら。何これ。発酵導入美容液。うわー、すげー。化粧水使ってる？前買ったパックは1回使った。化粧水。化粧水。うん。あの、ペタペタ。これは化粧水を使う前にやります。はい。化粧水の入りがとても良くなる。すごい。やばい、もらっちゃった。これだけ入れればいい。この袋に入れます。入れていく。でも2個しかないから。じゃあタロンさんにしてはさ、でかいよね、このバッグ。洗顔してる？してるしてる、ちゃんと。洗顔だけでしょ？うん。洗顔だけではダメです。はい。クレンジング。おお。これ汚れが取れる？多いの？そう。油汚れを取る。はい。油の汚れは油で取る。はい。クレンジングです。クレンジングやったことないでしょ。これはオイルなのピュッピュッてやって、はい、顔にこうやってまずオイルを顔にいっぱい塗って、その後に水をちょっとずつつけて、そしたら泡立ってくる、白くなってくるから、うん、オリーブオイルあの毛穴の黒ずみとかを取ってくれます。はい、絶対クレンジングはやってないだろうなと。以上。やっぱありがとう。今揚げ物もできるじゃん。オリーブオイル。やったー。すごい。おたおめ。あとあのスシローも行ってね。うん。なんとね、僕ね、今日サスケくんがさ、うん、退院したじゃん。退院したから。なんとなんと。なんとなんと。何？じゃーん、退院おめでとう。そんなの？退院のおめでたいのかわかんないけど、ありがとう。ありがとう。そんな、いいのにありがとうね。いいよ、いいよ、全然。何、お酒？違う。お酒？お酒じゃない。お酒じゃない。お酒。何やろ。なんだろう。え、何？え、どっちだっけ。そこちゃんには同じの開け方。ああ。そうそうそう。開け方が汚い。あ、すごい。あ、おしゃれなやつ。おしゃれなやつです。すいません、ありがとうございます。これめっちゃいいシャンプー。身の丈に合わない。とかさ、うん、そう、太郎さんくれたあの誕生日プレゼントのさ、ボディーソープみたいなやつやろ。なんかあげたっけ。そう、あれがさ、いい匂いすぎて、あの、俺と青。あ、白ね。そう、なんかめっちゃ、あれ、ハンドソープ。ハンドソープか。なんかめっちゃ、いい匂いすぎて。使うのもったいない。使ってよ。使ってそう、これなんかありがとう。おすすめの。本当にありがとう。これいいよ。うん、レモンとストロー。うん、これいいの。ボディーソープ。シャンプー。え、ボディー？ボディーソープ。あ、ボディーなの。すでにいいですよ。タロちゃんのシャンプー。シャンプー。ありがとう。あ、いいよ。どうぞ。すみません。大事に使います。元気になってよかった。ありがとうございます。私から特にないです。ありがとうございます。タロちゃんからは。そういうやつなら言ってよ。用意したの。もう。トウモロコシください。まあ、言えばもらったの。トウモロコシ。なんならさ、あの先週まで俺夕張メロンあったのよ。他の人もあげちゃった。メロン。メロン食べた。メロン、ね、美味しそうだね。そう、毎年あのくれるんだよね、親から。持ち帰りになったよ。じゃがいもとかトウモロコシ食べた。はい、以上。ありがとうございます。元気になった。はい。ハロー。朝してきた。
なんとなんと太郎ちゃんに誕生日ということで、ご飯ごちそうになりました。しかもね、無印のプレゼントももらいました。嬉しい、ありがとう太郎ちゃん。本当にサスケくんも元気になりました。なったの？なった。今すごい元気。じゃあ次行きます。じゃあサスケくんさんが来てくれました。さっきからいるけど、うん、ここ2軒目だよね。乾杯。よいしょ。スタバ、なんかスタバ飲みながらって YouTuber っぽくない？いいね、なんかホットホットする。うん、親しみやすい。手だけ出演、友情出演。え、顔、髪型切ったからさ、せっかくタロちゃん髪切ったの。じゃーん。どうですか、金髪だったのね。ちょっとなんか染めてなかった。そうそうそう、金髪で、髪の毛も長かったんだけど、今はもうバッサリ。しかも昨日切りましたし、ね、お乳スキビに寄せたんですか？全然。え、そう、全然。しかもね、シャツね、キティちゃんなのこれ。かわいいね。ピロン。この T シャツは割とお気に入りでよく着てます。サスケくんはね、体重ね、戻った気がする。そう、体重今戻して、顔がまんまりです。戻したというか、増えすぎでしょ。増えた。これ何なの？これ食べてみて。なんかとりあえずなんかもっちりチョコ。チョコレート？うん、チョコ好きかな。好きよ。熱いかな。熱いの？うん、熱いかもしれないから気をつけてね。わーい、もっちり。チャーン。あ、熱くなかったもん。全然熱くない。うん、あ、おいしい。あ、本当だ。うん、食後のデザート、うん、なんかあれだよね、大阪以来だよね。3人で会うの？そうそうそう、大阪も京都。え、いつだっけあれ？2月か。2月。去年でしょ。そう、神戸行った。ああ、そうだ。去年の2月。うん、ドスケオナイトは意外と楽しかった。うん、知らないね。サスケくん元気になりました。じゃーん。じゃーん。元気。今日はお祝いです、退院お祝い。自分の顔マジで見たくない。無理かも。はい、以上でした。以上。